無料通信アプリ LINE と東京都が特殊詐欺の被害を防ぐためのアプリを共同で開発しました今日夕方に発表しますメールや書面などで届いた特速状を LINE のカメラで撮影しますこのように架空請求の可能性が濃厚と出ましたアプリには架空請求を見破るためのシステムが導入され 特則上に書かれている組織の名前や電話番号と過去の架空請求で使われたメールのデータを人工知能が解析しますさらに特殊詐欺がどこで何件起きたかなどが表示されます東京都では特殊詐欺の認知件数が去年1年間で3913件と過去最悪になっていて対策が求められています東京都では アプリにつながる QR コードを載せたポスター1万枚を掲示することにしています。